ロジェクト K。 クト K こんにちは、キラーです。今回はですね、こちらです。小島で全レース1356ボックスでドデカ満州にぶち当てたいです。10満州といえば1356ボックス、1356ボックスといえば10満州。本日小島2日目です。さあ、では全レース、どうぞご覧くださいませ。さすがにね、さすがに負けが続きすぎですので、この辺りで爆勝ち会が来るはず。じゃなきゃもう自然の摂理に反しておりますので、そんなねコインを何度も振って何度も何度も連続で裏が出るわけがない。そろそろ表が出るはずでございます。2号手絡まないで、ここはしっかりと押し切った先頭1号手の現場、2番手の2号手、3号手、平素に絡んでくる6号手の北、さかなく5号手の東、最高4号手の藤原、一緒にコーナーボックス、なんとかね、どでかいところ、例えばそう、10番手163、ちょっちまったちょっちまった これはもしもしも16で来ていただいたら満州ですよ。いきなり満州、インディー満州100倍だ、163、165、100倍だ。136、136も80倍、135、違う、あ、間違えた、136、20倍だよな、13はダメだ、13は人気、135、14.7 倍、288倍超えでプラス収支です。4点ボックス、13は人気のところ、135、136人気のところ、ただただ第1レースから適用いただけるということは嬉しいですよ。第1レースにして坊主だね、坊主はないでしょさすがに。4艇ボックス、1356ボックス、1号艇絡みの4艇ボックスで坊主なんて引くわけがない。どうですか、27.1 倍です。これを的中いただけば残り250倍くらい。はい、来た。163だったら108倍でした。だいぶ違いますねこれ、136と163の。ありがとうございます。はい、第2レースです。もう的中らしでいいですよ本日。的中勝ちでいいと思います。その中で満州がちらほらと的中いただければ、2号手入り込んでる、こういう時のチャンス、こういう時チャンス。入った、危ないよ、危ない。3号艇が転覆してしまった。さあ、第3レースでございます。インディーが続いております。そろそろ来ますでしょうか、満州小島2日目でございます。そろそろ、あ、これやばい、これすごいことが起きそう。さあ、てかデコボコしてる。ちなみですが本日の風速は3メートル。わっ、やばい。ねえ、2号艇を持って絡まれ、ねえ、6号艇行ってくる、どうなる。本日の風速が3メートル、向かい風3メートル、そんなことはもうどうでもいい。今6号艇に注目を、あ、全部回し、全部回し、6号艇全部回し。ねえ、マジかよ。これ2号艇来たら500倍台です。5号艇来たら200倍台、612、500倍台ですよ、500倍台。621なんて700倍台ですよ。ねえ、615でいいと思うよ。615、234倍。612、500倍。もうダメだ、お腹痛。もうお腹痛。ねえ、マジハゲる、なんでな。
スタートしました。二三コースコースアート2号手の森下さん、3号手の奥沢、540倍が出ましたよ。6号艇1着で。どういうこと？ね、2号艇絡む。小島は2号艇があんまり絡まないイメージですけども、2号艇がぐるぐる。やめて。2と2よ。やめて。大丈夫。絶対大丈夫。まだ第5レースですから、なんたってまだ第5レースですから、さっきみたいにスタートでこぼこしていただきたいな。6号艇コースアート800倍ぐらい出てくれないかな。すごい、6号艇まくりきる。うわ、待って、6号艇まくりきった。まくりきるよ。あ、うわ、これ6号艇いっちゃきたらめちゃくちゃ高かった。まあ、16号え、待って、高いよ。しかも何なら分かんないよ。6号艇いっちゃ分かんないよ、まだ。615 165 140倍、165 140倍。来た、ワンチャンの、待って、ワンチャンの615。あ、やばい。499倍。499倍いったらやばい。激アツだよ。615来たら激アツだよ。165でも満州でございます。141.6倍。すごい、6号艇ね、今コースタートでね、大きくまくりきれなかった。残念ながらまくりきれなかった。これまくりきったら激アツだった。6号艇一着、先ほどに続いての6号艇1着来たら激アツだった。141.6倍。プラス中心には届きません。なんならもう一回し当てないとダメだ。もう一回し当てないとダメ。いや、だからね、とりあえずね、まだ第5レースですから大丈夫。まだまだ出ますが、逃げ満州。6号艇の日か、6号艇の日かを。はい、的中いただきました。よかった、ありがとうございます。さあ、いけますよ、大福レース。本日はいけますよ、プラス収支いけますよ、爆勝ちいけますよ。満州連打お願いいたします。とりあえず次の1本でプラス収支に届いておきたい。2号艇が絡んでくる。さあ、突破戦1号艇2号艇進出、なんとか残しました。絞り込む1号艇の影だ。2番すぐ後ろ2号艇の背ほら、6号艇が絡んでくる日だ。本日さあ、第7レースです。後半戦、こっからが勝負どころ。こっからが満州出ていただけますでしょうか。スタートでこぼしてください。コースタートは1234、センターで3号艇4号艇少し出ていきますが、インから向かいつ1号艇藤原健志郎、お金がなくなっていく。少し入れません。切り込んでくる4号艇の宮野で向こう上面ですが、なんとか残しました。先頭1号艇の藤原健志郎、いつもね、13はめちゃくちゃ人気のところ、13はベラボンに人気のところでございます。136が一番人気ですね。136一番人気 4.6倍。いや、3号艇な、あ、3号艇全然絡んでこない。本日今日は勝てるはずです。マジでこの辺りで爆発が来ないとおかしい。絶対におかしい。自然の摂理的におかしい。4号艇はグイーンっていくでしょ。それを2号艇が抑えていただきたいよ。大きく添えていただきたいよ。4号艇入った。ほら、こない。自然の摂理どうした。1号さん66.8倍。1号さん。小島2日目、なんとイン逃げ祭りが起きております。小島2日目、これはどうなる。4号艇大きくされて、どうかしてるぜ。
ここは攻め切った先頭4号艇村岡、2番手一歩先行6号艇中山、アウトコースネバルは2号艇辰馬、その後方3号艇5号艇1号艇、一緒にコーナーの世界スタートは成長、一人抜けた4号艇村岡、イン逃げ祭りが起きております。クロリット5号艇の勝浦握って2号艇の辰馬、内を付いては3号艇の天野と1号艇東ホームに帰って、先頭は4号艇村岡、2番手突き出して6号艇の中原。待って、あ、これは良かった、人気のところだから第10レース以降荒れていただきたいよ、こういう時はイン逃げ祭りなんですから。第10レース以降はもう満州、特大満州、ベンダでベンダでお願いします。出ますぜ、出ますぜ、最悪でも第10レース以降1本は満州が出ますでしょう、11レースとかで。あ、待って、ここで来たかもしれない、頼む、オラにプラス10億だぜ。ああ、まだ分からない、516、やばい、516は270倍だ、156、90倍だ。切り込んで5号艇藤原入りません。第11レースは、はい、ここが本命どころです、ここが本命どころ、第11レース、ドデカ満州が出やすいとされている第11レース、個人的見解ですけども、第11レースドデカ満州が出がち。ほら来ない、なんでな、あっさりとすんなりと押し切った先頭1号艇セロ、さあ2番手3号艇2号艇4号艇3艇、もうこんな負けてる人います、こんな負けまくりの人います。136なら、136ならまあ60倍ですけど、先頭は1号艇セロの後方、2番手は3号艇ヨギチが突き出した、3番手2号艇カシロ、状態系は13来た、レースは2周目と移りました。マジハゲる、負けて飲んでハゲての繰り返しじゃないのよ。3番手2号手のカシロ、週カード第12レースの倉敷選抜E コースから3番、4番、5番、6番です。はい、ラストです、奇跡起きて、外枠でスタート、コースタート、6号手来た激アツ、6号手来て3号手の2号手から来てよ、6号手待って、来たよ、これね、ワンチャン、インディングでも高いかもしれない、高くないじゃん、高くないよ、1号高くないよ、167万種でも100倍だよな、いいよ、156でいいよ、156で33.4倍です、156、あー頑張れ、いや今ね、ワンチャン6号で1着見えましたね、615見えましたね、615800倍台、615だけ800倍台、それが10万種だった、誰が来た、ね、あ、3号艇の森屋の差し、3番手どうだ、2号艇3号艇直線勝負、インコース来てますよ、どうでしょう、3号艇の森屋、アドコース一定し逆転、2号艇の悪い、リースは2周目黒川戦です、フォーカスは3番手抑え込んだ2号艇の一体引いた3号艇森屋、後方の席4号艇の5号艇が殺到する、3号艇の森屋が2号艇の悪いを捕まいそうですけれども、3番手は2号艇の悪いが2停止優勢、追走3号艇森屋、その後方見つけて4号艇の配信先行6号艇の井上、リースは6一周、先頭1号艇153.4倍、153.4倍でした、165は100倍でした、111倍、終わった、はい、はい、終わった、はーい、もうね、そういう時期なんだと思います、負けが込む時期、運が向かない時期、ハゲの神様がいない時期、そんな時期なのに坊主じゃないだけマシなんだと思います、そう思うことにします、運がない時期に坊主じゃないだけ、的中しただけ万々歳、つまりもはや勝ったようなもんです、この暗闇を抜ければ必ずまた光が差し込んできますものね、それまでなんとか耐えます、それまで耐えるのみ、大丈夫、必ずチャンスがやってくる、それが人生、それが人生ですものね。
必ずチャンスがやってきます。それまで耐え抜いてみせます。そのチャンスがやってくるのは明日かもしれません。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。